な刺繍、伝統継承、すべてをかけやってきたので、それができ嬉しく思います。ありがとうございました。おっす。こっから先が大変になるかなっていうのはありましたね。負けたらね、称号なくなるわけじゃないですか。だそういう意味で、まあ、彼女がどんだけプレッシャー感じるのかなとか、自分は結構感じたんで。世界大会終わって、パーティーも終わって、ホテルに戻って、もうホテルの一人だったので、もうなかなか眠りにつけない。なんかぼーっとしてる時に、このまま大学行っていいのか悪いのかなと思った時に、やっぱりこれからはもっと世界中から研究もされて、今大学行くことで空手もおろそかになって勉強もおろそかになるんだったら、ちゃんと大学行かないっていう決断を世界大会の数日後ぐらいにやりました。もう今は空手一本で行きます。空手だけの生活になりました。一番の彼女の強み、ハートが強いことですね。絶対諦めない、目的意識をしっかり持って苦しい稽古を乗り越えていく。だからこそ世界チャンピオンになったと思いますし、KCC においても一番世界チャンピオンに近い存在だと思います。KCC や今後のことを見据えると、やっぱりパンチと膝だけには限界があると思ったので、しっかりどう下段の技は今回はしっかり意識してやってきました。左の攻撃の内訳は良かったんで、進化はしてると思います。またタイヤ4つ頼んだんで、まあ、それで練習してくれればいいかな。増やそうと思った理由って何かあるんですか？余裕になってきたので、あ、2個が。はい。顔、4、3、2、3、10ぐらい。そうです。だいぶ慣れてきたんですけど、って感じですね。虐待っていうのはまだまだこう世界チャンピオンだったからって終わりではなく、まだまだこう進化成長、どこまでこう見張ってる夢じゃないですけれども、自分の中でも満足できるっていう部分が全然ないので、そういった意味ではまだどんどん進化していこうっていう段階です。第1回の大会ということもあって、日本の王座の伝統が始まるという意味で本当に大事な大会だと思うので、日本人が男女ともに必ず優勝しなければいけない大会だと思います。強い選手同士が最高の状態で試合できるというのは本当に大きいことだと思います。研究されてるのも分かるんですけど、偉大な先輩たちは研究された中でもその研究を超えて勝つっていうことをもう体現していたので、そのプレッシャーも全てを力に、頑張る力としてやっていければなと思います。あればあるほど燃えてくるので、まあそういった意味で全然大丈夫です。賞金総額3000万円、最強空手が男女8名による、チャンピオンによるチャンピオンのための大会、その名も空手チャンピオンオブチャンピオンズ。賞金総額3000万、優勝賞金1000万を手にするのは誰だ。この夏、チャンピオンの中のチャンピオンが決まる。